一度試合が流れて、まあ、気持ち、もうそこに調整してやってきたのに、やっぱり気持ち的なちょっとやり場っていうのが難しかったかなと思うんですが、どうでしたか？難しかった。それをまあキャンプでまた張ってこう集中し直してっていう。変えるな、一撃必殺。キャンプで何？張って、そうそう、作り直したわけよ。で、ああ流れちゃったんだっていうので、なんつうの、なんか別にもう急にほらぽっくり穴が開いちゃったからさ、だからそれをな何やるって言ってもね、その何も思いつかないからさ、とりあえずじゃあちょうどなんていうのかな、まあ試合近い子がいたからさ、試合で、ね、一緒にじゃあ行こうかって言って入ってきた。キャランダに引っ張ってもらってさ、そうそうそう、だからほらね、やれるからさ、やってきましたよ。やってよかったですか？いや、まあそれはやるに越したことないんで、それはやってよかったですよ。もう見ていると余裕を感じるんです。いやいやいや、もうパンパンですよ、ヘロヘロですよ。昨日もサウナで落としましたから、3週間ぐらい続けてサウナで落としたから、飯は2週間ぐらいろくなもん食ってないな。10キロ落としたからな、大変だったで。夏場っていうのが少し救われましたか？いやいや、夏場だからきついんだよ。夏場だから喉が渇くんだよ。そうですよね、逆にね。そうそう、俺はそっちの、あっちの方が楽だね、なんかその夏場だから逆にもうこっちね、もうムシ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 して夜は寝れないし、もうこんな感じでもう地獄だったよ。ですよ。世界への思いを。世界への思い。世界の思い、いつかきっと近いうちにのかな。やりたいですよね、早くね。やってみたいな、やれればね。それではメインイベント、まもなく両者の入場です。両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより挑戦者デーバイラ選手入場です。挑戦者デーバイラ、後楽園ホールに姿を現しました。現在は韓国を主戦場に戦っています。デイバイラー25歳です。22勝5敗、 20KO、 ハードパンチャーです。デイバイラーです。続きまして、赤コーナーよりチャンピオンクレイジーキム選手入場です。サウンド過激派、バテケリアの援護を受けた俺のタイミングテロリスト、俺がシースター、ブッチカバース、よっ、純真で気持ちな音のゲリラ、週末となればマジ過激な、ダンソールビーツ、俺には負けるに負けられない理由がある、誰でもいいから世界戦がやりたいんだ、こう話しているクレイジーキム。そのためにも今回のダブルタイトルマッチ、OPBF、 そして ABCO、 このタイトルをしっかりとキープすることによって WBC での世界ランキングを上げていきたい、悲願の世界挑戦への道を切り開くためにもこの試合に絶対に勝たなければいけません。そのクレイジーキム、昨日もひょうひょうと試合前日にもかかわらずいつもの調子でインタビューを受けていました。6月オーストラリアでのダニエル・ゲールとの一戦、相手の敵前逃亡によって試合のチャンスを失いました。それだけに鬱憤の溜まっているクレイジーキム、期待の日の丸、この日の丸を背負って気合の入った目、この試合を待ちわびていました。ボクシング殿堂後楽園ホールの皆さんからの大きな声援を受けてクレイジーキムリングイン。
赤コーナー日本スーパーウェルター級東洋太平洋スーパーウェルター級チャンピオン WBC 世界スーパーウェルター級9位24勝 21KO3 敗154パウンド米倉所属グレイジーキム。韓国ウェルター級チャンピオン22勝 20KO5 敗154パウンド韓国デバイラージャッジ韓国イスギル同じく日本浦谷信明レフェリー大国ミリットプラヤドサプ。ヨネクラジムクレイジーキムにとっての防衛戦です。両者がグラブを合わせました。もう早くもクレイジーキムの白のトランクスが赤く染まっていますが、これしかし大橋さん、血染めのトランクスですね。これ血染めですよ。さあ第1ラウンドです。まずは左を見舞っていきました。ここはうまくかわしたデイバイラ、韓国のデイバイラとご紹介しておきます。韓国で現在はほとんど戦っているというデイバイラ、モンゴル出身のボクサーです。大橋さん、1ラウンドからですね、これものすごいプレッシャーの取り方しますね。どんな試合になっていくと予想されますか。激しい打ち合いになるんじゃないですかね、これはね。石本さん、はい、どうですか、この表情、それから体の締まり、クレイジーキムどうなんでしょうね。すごくいいと思いますね、仕上がりいいんじゃないですかね。白のトランクスといっても血染めのトランクスです、クレイジーキム。そのキムがプレッシャーをかける。青のトランクスのデイバイラー、まだこの立ち上がり序盤戦、全くきっかけをつかめていないという第1ラウンドです。ここは左のボディ、そして右サイの連打、しっかりガードを固めているキム。このデーバイラ選手は日本はこれ4度目の試合になるんですね、はい、それで、まず最初日本に来て韓国のパク・ハンヨン選手に6回 KO 勝ちして、でその次の試合が、去年の4月になるんですけども、丸本大成選手に、と左右、丸本大成選手に判定負けですね、はい、で今年の3月にも日本のリングに上がって日本のホープの清田光大選手に7回 KO 勝ちをしてるんですね、はい、ただ今回は本来のウェルター級からスーパーウェルターに上げての挑戦ですから、はい、そのパワー、タフネスともに自信のあるバイラ選手なんですけれども、そのキム相手にどこまで通用するかですよね、階級を上げるあるいは下げる、このあたり大橋さん、やはり普段通りのこう力というんでしょうか、自分のボクシングができるかどうか見ものですよね。そうですね、よく出る場合と悪く場合両方あるんですね、はいはい、上げることによって減量に解放されて非常に、ね、パンチが強くなって、いい場合もあるし、体負けしちゃう場合もありますから、はい、この試合の結果を見て分かる感じですね、右左右そして左ボディ、一方もう押しも押されぬ米倉ジムを代表するボクサーになりましたクレイジーキム31歳、日本タイトル、そして OPBF あるいは ABCO、こういったタイトルを引っ提げての防衛戦、ただね、本当壁のようにね、この第1ラウンドプレッシャーをかけ続けてますよね、はい、左のジャブ、パンチのある相手にね、これプレッシャーかけるの怖いんですけどね、はい、第1ラウンド終了です。当たっ
方コーナー、米倉ジムスーパーウェルター級チャンピオン、クレイジーキムです。余裕の表情に見て取れます。セコンドのアドバイスにもコミュニケーションにもチラッチラッと笑顔が見受けられます。一方青コーナーは韓国のレイ・バイラです。モンゴル出身です。 OPBF のウェルター級3位という肩書きを持っています。そして現在は韓国のウェルター級チャンピオンでもあります。実力は十分のレイ・バイラです。クレイジー・キムにとっての防衛戦、まずは第1ラウンドプレッシャーをかけ続けました。ラウンド2、第2ラウンドです。さてここは第1ラウンドとはまた違う入り方、ボクシングを見せるのかどうか、このあたりも注目です。左にジャブ、うん、左から入っていきます。上背差がかなりあるようにも感じますが、上とは同じ、その分でガッチリしましたね、はい、前の方ね。右の強打、左、ボディを狙っていきます。ボディブロー非常にいいですね。キムはね、あの左のボディをね、脇腹に打つんじゃなく、この溝落ち真ん中に打つのは非常にうまいですね。より相手を挑発するような表情も浮かびます。クレイジーキム、右がヒット、そして右のボディ、石本さん重そうですねこのボディ。そうですね、いいボディブローですね。デイバイラの方もなんとかこうパンチを返そうとはするんですが、半分ぐらいの迫力と言っていいのかもしれません。体格、リーチ、上背の違いもあのキム選手も上手に生かしてあの戦ってますね、はい、東洋太平洋、そして ABCO スーパーウェルター級チャンピオン、クレイジーキム、左、クレイジーキム、左がいいですね、この非常に左が速いですね、はい、どうでしょうか、立ち上がり、大橋さん、相手のデイバイラをこうケアするといえば、何を注意したらいいでしょうか。ま時々ですね、あのパンチ の, その引きがですね、そこに強いパンチが出てきますから、はい、そのパンチを、ね、気をつければ、気をつけてこの左ジャブ当てていけばもう大丈夫じゃないですかね、はいはい、ただその打ち割りにね、強いパンチが近いてきますね。あ、やはりこの KO 率を見ますと非常にパンチありますから、不用意にはちょっと不用意にパンチもらわない方がいいと思いますね、はい、石本さん、はい、デイバイラーどんなタイプに映りますか。やっぱり、その感じのあるファイターですよね、はい、それで頑丈に自分からやって前に出て攻めていく、そういうタイプなんでしょうけれども、これだけ、キム君にジャブを突かれるとやっぱりその自分のボクシングなかなかできないですよね、はい、右からボディ、デバイラー、ちょっと変則的なスタイルを見せました。おっと、右、今のね、ああいう不意にあるのはちょっと危険ですよね、はい、第2ラウンド終了です。ご観戦のお客様にお願いをいたします。ラウンド中のフラッシュを使いましての写真撮影は試合進行の参加となりますのでご遠慮ください。ラウンド3、第3ラウンドです。何かもったいつけるようにしてリングの中央に歩み寄ってきましたクレイジーキム。第3ラウンド、この血染めのトランクスはなぜかここに目がいっちゃうんですけれども大橋さん、まあ、相手はどう思うでしょうね、うん、初めてじゃないですかね、こういうトランクスは、はい、何か今までの対戦相手の気持ちとかすべて俺が
世界まで連れてってやるっていうそんな気合を感じますよね。プレッシャーをかけています。あと右ラッパー石本さんはこういったトランクスをクレイジーキムがつけるなんてそんな意外性はお感じになりますか。まあ見てキム選手らしいなという感じはしますけ ど, どあの確かにこれまでにこういうトランクス見たことはちょっと記憶にないですね。僕も世界戦初めて負けた時、はい、その地止めのトランクス洗わないで取ってあるんですけど、そうだ、まあ、それ使おうとは思わなかったですよね。本人がどんな気持ちで今回そのトランクスを着用しているのか、またインタビューができればと思いますが、そのためにはしっかりと勝ってリングを取りたいところです。右アッパーあると、ね、見せられてるんで、はい、上の右クロス生きてくるんで、はい、右をちょっと気をつけたいですね、はい、デイバイラ選手本当時々ハッとするようなパンチ ありますよね。やっぱり怖い選手だと思いますね、うん、右だ、うん、ただガードが、ね、低いんで、はい、ワンツーストレート当たると思いますよね、しかもこれだけの上背がありますから上から入ってくるという感じになりますとガードが少しでも甘いとパンチが入ってくる。しかし右は要注意です。青のトランクスデバイラ、ちょっとバイラ右の目の上切りましたね。ちょっとね、はいはい、多分左ジャブで切れたんじゃないですかね。かなりその左のジャブをもらっているデバイア。残り30秒切っています。お互いの駆け引き、そして挑発。残り10秒。少しフェイント入れてきます。左ジャブ、ここでゴングです。第3ラウンド終了です。スーパーウェルター級の12回戦、ここまで第3ラウンドが終わりましたが、大橋さん、はい、出来としてクレイジーキム戦い方はどうなんでしょうか。まあ本当いつもの、ね、クレイジーキムの戦い方なので、まあ、これから、まあ、5ラウンド過ぎぐらいからもうちょっとエンジンかかってくるんじゃないですかね。磯本さん、まだクレイジーキムは全開ではない、全開ではないですけどね、ただこ の, デイバイラタフで有名な選手なんですけど、そういう選手を倒してこそやっぱり世界に行くクレイジーキムだっていうそういうアピールができますからね、吉田芳根選手もしっかりとキムの戦い方をチェックしているというところです。まあそういう意味ではもう誰もがやっぱりこのクレイジーキムを注目しているということは言えるわけですが、ヨネクラジムの大先輩でもあります。さあクレイジーキムにとっての第4ラウンド、チャンピオンの防衛戦です。左、左を出していく。これラウンドを重なれば重ねるほどこの左ジャブと、はい、ワンツーストレート当たり出すと思いますよね、とそして右のボディ、まあ、先ほどデバイラも右のまぶたのあたりカットしていますが、左ジャブがよく入っているという証拠。左、レフェリーが入りました。左ボディ、いや今いいボディ真ん中に入りました。今、はい、相手に顔面を打たせておいて、ガードが完全に空いたところを狙い撃つ。さあクレイジーキム、このリング上でどんな作戦を遂行しているのか。相手
手は韓国のウェルター級チャンピオン、モンゴル出身のデバイダ。左ボディ右石本さん、はい、ボディのダメージどうでしょうね。そうですね、まだものすごく効いてるっていうふうには まだ見えないですけども、やっぱりああいうパンチ続けることによってどんどんダメージやっぱり重なっていきますよね、そんでボディのパンチっていうのはなかなか回復しづらいっていうふうに言われてますからね、はい、大橋さん、少しこうクリーンヒットがクレイジーキム増えてきたように思いますか。そうですね、先ほど中盤でのランとこでいい右ストレート当たりましたね、はい、それとね、ボディ若干ね今効いてると思いますよ。そうですか、少しカウンター気味の右に入りました。クレイジーキム残り30秒切っています。第4ラウンド、ちょっとこうなってくるとこの体格の差がちょっと出てきてる感じしますね、はい、デイバイラの方はウェルター級から一つ階級を上げてクレイジーキムとの対戦を選んできました。そのあたりのコンディション、ここで第4ラウンド終了です。いわゆる序盤が終わったというところになりますが、開始1分、ここがクレイジーキムのボディがね、これ見事でしたね、正面から綺麗に入りましたね、普通の選手だったらこれ倒れてますよね、そして残り30秒のところでのキム顔面を捉えたシーン、ギアとしてはどれぐらいシフトチェンジできてますか、大橋さん。今はまあ徐々にです、今ね、まあ、セコンドに入れたぐらいですか、今ね、はい、まだまだその程度ですか、はい、やはり石本さん、はい、世界を見つめていくためにはもう一戦一戦自分なりにしっかりとこう満足のいく内容というんでしょうか。そうですね、そんでそれをまたお客さんに分かってもらえるような内容じゃなくちゃいけないですからね、はい、第5ラウンドです。左のショートフック、そして右、いろいろとこうアレンジをつけてくるんですよ ね、 そうですね、右から左デバレム返す、そこをしっかり見ていて、今クリーンヒットを入れたかったというちょっと残念そうなキムの表情が映りました。大振りの右ですがしっかりとガードしています。キムのプレッシャー、ボディを狙っている、左から右、テンポよくリズムを刻みながら打ち込んでいきます。今度は左、左フック入った右、さあちょっとグラッときたか、どうか、ちょっとクレイジーキム強いパンチ打ち出してますね今ね、石本さん、はい、デバイラ何か変化ありますか。そうですね、もうこから先はあとはクレイジーキム選手どうそのダウン KO に結びつけられるかって、もうそういう段階にだんだん入ってきたように見えますね、はい、さあどのタイミングでいくのか。クレイジーキム左のジャブの連打、後ずさりのデバイラ、また左行く、さあ右へ来た、まあ、カウンターになりましたね、はい、さあどうか、さあここへ行く、ただデーバイラはまだまだ俺には余裕があるんだというアピール、そして右を返す、もう一度右だ、おお、まあ、怖いパンチ返しますね、この辺りが大橋さん打たれ強いという、そうですね、タフでパンチがある選手ですね、はい、前のラウンドのボディーブローと今の右といい、普通の選手だったら倒れても全然不思議でないような、そういういいパンチでしたからね、はい、選手のその後必ず打ち返してるんですよね、
だからこのね、傘にかかった攻めて来れなくなりましたね、はい。まあ、あの右のカウンターを受けても普通だったらこれキムいけると思って今行ったんですからね、はい。そこをなんとか耐えしのぎましたデイバイラー。第5ラウンドもほとんど時間がありません。デイバイラーは完全にこのカウンターを狙ってますね。そうですか、はい、カウンター狙いになりましたね、はい。右、うん、あまり大振りするとね、カウンターきますからね、はい。ここで第5ラウンド終了です。ということは大橋さん、今お話があったことはある程度デイバイラとしても追い込まれつつあるという、そうですね、そういった風に見ていいんですね。ですからカウンター戦法に切り替えてきましたね、完全に守りを固めてから行くようになってますから、はいはい。今右のカウンターが入りました。ここから猛然とキムがラッシュに出ます。右ストレートの、ね、ボディも、ね、入ってるんですよね、まあ、このタフさはちょっと普通じゃないですね。あ、石本さん、はい、まあ、データにももちろんそういったことはキムの頭の中に入っていると思うんですが、そうですね、何かこう表情を見ても腑に落ちない感じありますよね。どうですか。そうかもしれないですね、まあ、大体ですね、顔面が打たれ強い選手って大体ボディが弱いんですよね、はい。普通そういうもんなんですけど、この選手はね、両方打たれ強いですね。なるほど、はい。どうやってフィニッシュに結びつけていくのか。第6ラウンドです。スーパーウェルター級の12回戦 OPBF ABCO スーパーウェルター級のタイトルマッチです。キムにとっての防衛戦、このジャブも大橋さん相当破壊力はあるはずなんですけど ね、 かなりもらっているんですが、この左ジャブでこの、ね、目を切り裂いてますからね、この切れ味の重さね、相当あるはずなんですけどね、はい。右目の上をカットしましたが、今はしっかりともう血も止まっています。デイバイラ、右、左に、ね、合わせようとしてるんで、これね、はい、気をつけたいですね、リーチからするとキムの方がありそうには思うんですが、ただそれを、左を外して中に入ってきたんですね、はい。これですね、今のように入ってきましたね、うん。外して右に打ってくるんで、これもらうとね、ダメージかなりきますから、はい、狙ってますね、石本さん、はい、デバイラの右、これは要注意ですね。そうですね、もう試合の流れはもう、うん、その主導権は完全にキム選手が握っているんですけれども、はい、なかなかやっぱり攻め落とすとなるとなかなかタフで難しい選手ですね。おっと右だ、おっと左だ、どうだ、クリーンヒットです。ちょっといいパンクリーンヒットでしたね、はい。キムがクリーンヒットを受けました。一瞬ダメージがどうかという心配になるようなパンチをもらいました。しかも相手要注意の右、ね、バイナーもなかなか試合巧者ですよね、こうして今ちょっとね、アウトボクシング的なボクシングに変えてますからね、はい。右です、おっと、もう一度右、今度は左で返す。デイバイラの右が何度かキムの顔面を捉えています。モンゴル出身、現在は韓国をメインに戦っています。デイバイラ、もちろん韓国で戦績を上げているということはいかに力があるかという証明でもあります。左、右、またね、バイラー非常に目がいいんですよね、はい。ここ取った時にね、うまく外してるんですね、第6ラウンド終了です。大橋さんのおっしゃるようにあと一つ入ればというところでなかなかデイバイラはそれを決めさせないというんでしょうか。そうですね、今タフというよりは今のはこのうまさを見せつけましたね、このディフェンスの面ですね、はい。これはキムがもらったシーンなんですが、残り1分20秒というところ、
ここは実際石本さんどうだったんでしょうね。綺麗にクリーンヒットしてましたね、今こっちからあのちょっとあの影になってたんですけども、こうやって今スローで見てみると綺麗に入ってましたね、はい、一瞬、まあ、ひるんだという表現がいいのかどうか分かりませんが、大橋さん、まあ、あのクリーンヒット、まあ、聞いたんじゃないですか。ちょっとねこの中、今日の中では初めてのですね、ああいったシーンですね、はい、ですね。まあその後現にバイラ選手ね、はい、乗ってきましたからね、キムのね、動きとかね。米倉会長の指示を仰ぎました。クレイジーキム第7ラウンドです。おっと磨いた、このストレートですよね、キムの左ジャブ。しかし一方のデイバイラの方は右を狙っている。あの右を狙われたのでちょっとキムにやはり左がね出しにくくなってますよね、うん、その左をねカウンターより早く当てれば、はい、またペース戻れるんですけど、一回ちょっとタイミングをねこれね今ねちょっとタイミングを読まれてるんで、はいはい、左のカウンターが一つ入りました。キム、そうですね、ちょっと変えた方がいいですね、はい、右を出すぞと見せかけながらこう左をちょっと出していくというどのキムのトリッキーな動き。じゃあそうなりますとデイバイラの方も左を返してくるというところ、ね、打ち合い、あしかしこれはいいボディが入りました。左のボディです。ね、逃げ足が早いですね、はい、タイトルマッチにふさわしい、大橋さん、中身の濃い試合になってきましたね。そうですね、キムがこれだけ打たれたというのは最近の試合じゃないんじゃないですかね、まあ、実際のところ6月にオーストラリアでダニエル・ゲールとの一戦が控えていましたが、相手が敵前逃亡というふうに米倉会長はおっしゃっていましたが、まあ、その結果試合が流れました。ですから、まあ、コンディションの影響というのがどれぐらいあるのかというのも石本さん、はい、一つ気がかりな点ではあったんですが、まあ、本人は何もね、6月の試合に向けてやっぱり練習してきてますんで、急に1週間前に試合が決まったというそういうケースとは違いますから、はい、その意味では問題ないと思いますけれども、肉体的な、ね、問題はないと思うんですけど、はい、ただねそのおっと、うん、ちょっとグラッとしたぞ、まあ、ちょっとバランス崩したんだと思いますけどね、はい、しかし身が入る、しかし右で返す、後楽のホールが楽、ラフなデイバイラー左ボディ、ただこうあんまり大振りしない方がいいですね。カウンター狙ってますよね、残り30秒第7ラウンドに入っています。キム選手もこう向きになって荒っぽくなるとちょっと怖いですよね。カージさん、はい、キム選手ちょっと目つきがぐっと引き締まりましたね。序盤とは変わってきた、いいだ、さあチャンスだ、来ましたね、時間がない、すごい右入りましたね、第7ラウンド終了です。いやバイラーもタフですね。でもねこのラウンド一瞬ヒヤッとするシーンもありましたが、最後は盛り返しましたクレイジーキム。いや最後もうちょっと時間があればというところでした。これがちょっとグラッときた、まあ、グラッとというわけではないんでしょうけれども、ちょっとバランス崩してるなと思うんですけども、こっちの来ましたね。この右はこれ終わり間際、KO パンチになってもおかしくないような、はい、そういう綺麗なカウンターのパンチだったんですけどね、本当にタフですね、まあ、言えることはこの両者は本当タフですよね、はい、はい、もう最近のキムは試合をすればもう楽勝というそんなゲームがずっと多かっただけに、なんとも見応えのあるタイトルマッチになってきました。久々にね、なんかその、ね、手応えのある相手になってますよね。第8ラウンドです。 OPBF 東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ、チャンピオンのクレイジーキム第8ラウンド、
カージさん、はい、このラウンド入る前ですね、米倉会長はキム選手も笑顔で迎えましたので、ただ指示の方はですね、声が少し小さくてですね、ここまで全然聞き取れていないという状況です。そうですか。リハ、左ボディ、期待とそれから鼻から出血があります、デイバイラー。そうですね、出血があります。レフェリーが一旦止めます。頭ですかね。デイバイラーの額、それから鼻からの出血。試合の序盤では右の目のまぶたのあたりカットしましたが、再び今度はおでこのあたりです、額の出血。ナイフ、左ジャブ。なんかデイバイラ選手の顔、なんか腫れも一気に目立ってきましたね、はい、この出血と腫れとでちょっとかなりダメージ感じさせるような表情になってきちゃいましたね、クレイジーキムの方はまだそこまでは行っていません。そうですね、デイバイラの一発一発、何かこう気合を込めながら打っているという。残るパワーいかほどなのか。いやー、しかし細かい左、もう一回左、さあチャンスか、サイカ、右肩、もう一回右、もう一回右、右、いやー、しかしクリーンヒットではない、クリーンヒットではない。デイバイラもうまく逃れようとする。押してきています。左が入った、バイラを狙ってますね。おっと、左まぶたが腫れてきた、デイバイラ。ちょっとこれ目見えないかもしれないですね、今ね、これ以上見えなくなるとちょっと完全に左の目のまぶた腫れてきました。さあ、ここは足を使って逃れようとする。残り30秒、狙っている、右のパッ、時間がなくなってきた。ここはちょっと止まったか。右をもらう。ここでゴングです。第8ラウンドが終わりました。ちょっとね、この目の腫れがちょっと気になりますね。完全に塞がってしまうと、あの最悪ストップということも考えられますからね、はい、コミッションドクターちょっと今ね様子伺いに来てますからね、キムのラッシュをご覧いただいています。前頭部中央を負傷いたしました。この傷は偶然のバッティングによるものです。まあしかしこれだけのラッシュがあって相当こうパンチを出しているんですが、うまく回り込みながら足を使いながらデイバイラは逃れました。デイバイラ選手の負傷、前頭部がバッティングで左目の上がパンチ療法です。現在キム選手のパンチ療法です。壮絶な試合になってますよね、はい、ただねこの目の腫れでね試合はね終わらせたくないですよね、いい試合になってますから。今アナウンスの紹介がありましたが、いわゆるバッティングではないという額の傷、そしてまぶたも腫れてきました。ちょっと左目は完全に塞がったかもしれません。そうですね、バイラこのラウンド勝負かけてきてますね、さあ挑戦者に対して王者のボクシングを披露できるか。第9ラウンド、クレイジーキム、右から左、右だ、左、右、さあこのラウンドでいけるかどうか。もうあれですね、防衛成功、東洋太平洋のタイトルを守りました。そしてクレイジーキムの世界への挑戦がまた一歩近づきました。難敵韓国のデイバイラを破りましたクレイジーキム。
やはりキムの破壊力というのはだんだん時間を追えば追うほどダメージとして表面に出てくるんですね。そうですね、今のところの晴れを、ね、見れば、何よりの証拠になってましたけども、はい、チャンピオン防衛米倉龍のクレイジーキムです。いやしかし大橋さん、はい、なかなか見応えのあるタイトルマッチでした ね、はい、このバイラ選手も、ね、非常に頑張りましたよね、はい、石本さん、はい、まあ、本人もですねどういった心情でこのここまで来たのか気にはなるんですが、ただ血染めのトランクスでこのリングで上がってきた彼の心意気でいいんでしょうか、ね、その自分なりの何かこう覚悟があってきっとしたことでしょうから、で今日の試合本当バイラ選手の頑張りとそのタフネスもあって見応えのあるいい試合になったんですけども、最後やっぱり自力の差、パワーの差、キムの強さっていうのを十分に見せてもらいましたね、いやしかし米倉会長も嬉しそうです、まあ、今回は WBC 参加の OPBF、ABCO このタイトルをしっかりと守りきったということで、WBC 参加のタイトルを守ったということは当然 WBC のランクアップにもつながっていくということですから、ね、これはもう間違いなく上がると思いますね、しかも KO ですからね、はい、これは上がりますよね。現在 WBC 世界スーパーウェルター級の11位につけているクレイジーキム、さあどこまで上げてくるんでしょうか。西澤義則選手の表情も浮かんでいます。それではクレイジーキム選手への勝利者インタビューをご覧いただきましょう。見事東洋太平洋スーパーウェルター級チャンピオン3度目の防衛、そして ABCO 初防衛ということになります。おめでとうございます。ありがとうございました。今日はダブルタイトルマッチだったわけなんですが、相手がデイ・バイラ選手、なかなか手応えのを感じる試合だったんじゃないでしょうか。はい、頑張りました。ペース配分というのは自分ではどのように考えていたんですか、試合運び。いやいや、まあチャンスが来たらいいなってゆっくりとしたスタートから徐々に火がついて、そして7ラウンドでちょっとフラッとしたところで完全に火がついたのかなと思ったんですが、やられそうでしたよ。タフでしたよね、デイバイラ選手も。あ、やられちゃいましたよ。彼のどういうところが手応えを感じるところでしたか。え、いや、モンゴリアンで、タフなモンゴリアンでやらせてもらう。まあこの笑顔とは対照的に本当に試合中のあの迫力のある表情、そしてパンチ、まさに無敵の強さを見せつけたなという感じがしたんですが、いかに楽にやるか。ね、あの危ない橋を渡らずに勝つか。一度は6月に試合がありましたけれども予定されてましたが、それが流れてこの試合、気持ち的にはどうだったんでしょうか。いや、もうやらないとね、忘れちゃわれるんで、忘れ去られちゃうんで、はい、今日はあの随分と入き込んでいるトランクスだなという印象なんですが、今日これを選んだ理由というのは何かあったんですか。とこれだからさ、金がないからこれしかないんで、汗が染みついたトランクスでまた一生を重ねたわけですけれども、またこれで世界へ一歩近づきましたね。ああ、遠くなったのか近くなったのか分かんないですけど。まあみんなが本当に世界へという期待を胸に、今日も声援をたくさん送ってくれていました。メッセージをお願いいたします。ね、やめちゃったからさ、デラホーヤ、どうでもいいですよ、もう。あれ、なんか言おうとしたんだけど、ああ、明日から夏休みだ。気持ちよく夏休みに入れると思いますが、本当に皆さんの期待にもこれからも応えていてください。ありました。これに懲りず応援来てください。よろしくお願いします。見事防衛